時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話の時間ですね。今週も張り切ってお届けしましょう。チアガン中私、パーソナリティの土井秀人と東京からね、ドクター水素ボトルの北条正弘さんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。今週はまた嘘のような本当の話が出てくるんでしょうか。もうね、私の目の前で吉岡さん もうご紹介前から笑い声が漏れて、もうなんでそんな嬉しそうなんでしょうという、ゲストさんを東京からお迎えしております。広島です。あ、広島だったんですね、はい、そうなんです。あんまり垢抜けてらっしゃるから、東京の方かと思った。広島の期待を石に背負って今日来てるんです。あ、そうなんですね。じゃけん、じゃけん、広島じゃけん、王じゃけんの、じゃけんの、はい、はい、そんなわけで、はい、東京の間違えた広島から、吉岡よしみさんです。どうもおはようございます。おはようございます。吉岡よしみです。よろしくお願いいたします。お願いします。めちゃ元気で、ねえあ、いやいや、何かね、ずいぶん、この、今日ちょっとまた、またしても今週もね、テレビじゃなくて残念なんで、このお綺麗なおいでたちは、ね、なんかこう、東京の人がおしゃれって、こんな言い方しちゃまたいけないんでしょうけど、ね、はい、じゃけん、使い方がともかくね、広島は、何ですか、何空港？広島空港です。はい、山の上です。広島空港から、はい、来ていただいたんですね。はい、はい、そうです。まあ、沖縄は時々？いや、今回は、うん、エネルギーセミナーっていうのがあって、はい、今回はそれで便乗させてもらって、はい、あ、沖縄行くんだけどって北条さんに伝えたら、この収録来たらって言っていただいて、うんうん、今回今日兄の誕生日の日にしかも迎えることができて、とてもなんか最高な日に来れたなと思ってます。ああ、そうなんですね。よかったです、はい、その吉岡さんの今日はね、キラ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 したご表情の秘密をね、まあ、暴くというかお聞きしたいなと思ってるんですけど、ちなみにあるのかな、嘘のような本当の話、ちなみに水素の話以外だとあります？水素の以外の話、人生の中で、あ、人生の中で、いやー、もう本当になんか人が言うのにはもう、ね、はい、何度死にかけたかって、幽体離脱もあるし、幽体離脱ザタッチでしたっけ、ピューって自分を見たりとかしたこともあるし、本当になんか川見て、なんかお花畑を見て、おばあちゃんに早く帰りなさいとか言って言われたりとか、三途の川で、はい、なんか、うん、死にかかった、死にかかってたんです、はい、だから声が聞こえたりとかしても戻されるというか、はい、大体帰ってくる人ってあれですよね、ね、こんなとこにあんた行っちゃいけないんだ、そう、早く帰りなさいとかって言われるんです。これ本当ですおばあちゃん、おばあちゃんでした。何してんのって、ここ来ちゃダメでしょって、まだ早いっつって、はあ、言われました。吉岡さん、霊媒師さん、いや全然そんなんじゃないですけど、ご職業はなんかモデルさんのように見えるんですけど、ありがとうございます、いや本当カットしてたら髪と会話はするとはよくこう話でしてて、美容師さん、はい、うん、髪を触ってると、うん、あ、水分が欲しがってるよとか、あ、なんか食事の話してたら、あ、なんかそれを食べてほしいって言ってるよみたいな感じでお話はちょっとさせてもらうことはあるんですけど、決して霊媒師とはじゃないですなんか面白い方ですね、興味深いですね、はい、なんか全部歯が出てきそうなぐらい笑う時のご表情が豊かで、こう自然のままにいきなり広島じゃけん、じゃけん、浜崎さんに浜崎あゆみに似てるってよく言われませんか？
本当ですか、うん、今度歌は練習しときます。はい、ぜひぜひ、はいはい、そんなわけで、ね、さんのあの髪の毛だと、ね、はい、あのちょっと、まあ、あの先々週や、まあ、と結構ちょいちょい出る話なんですけどね、こちらゲストの方でね、特にまあ女性だとほらこのドクター水素ボトル、ね、あの先週はね、なんかどでかいこんな400万のなんか話もちょっと例えてたんですけど、僕でもあるんですよ、沖縄でね、このなんかこう水素ボトルっていうと、なんかものすごいね、衣装瓶みたいな想像してた人が結構いるぐらいで、うん、そして携帯してね、あの本当に普通に飲むペットボトルのサイズなんていう話をしてるんですけど、髪の毛とかなり、はい、あれじゃないですか、水素ボトルで、吸った後のっていうかね、ここに、はい、うん、ボトルにあるお水な、もちろん試されましたよね、はい、髪の毛を扱うお仕事 の、はい、あの吉岡さんはどんな風に思いました、この水素ボトルのお水。いや、髪がめちゃめちゃ喜んでるなっていう感じでしたね、やっぱり、はい、ね、全然違います、違います。それあのお店の普通の美容室ですよね、はい、とお店に来る方々に、うん、はい、あのお体のお具合なんかの話にもねなると思うんですけど、うん、髪の毛のお話された時にやっぱりで出してます、このお話。もちろん、ね、どうしても直結するんですよね。ですよね。体のこの髪はもう状態を出してくれてる、もう最先端の情報網なので、やっぱり髪を触ってるともう本当前倒しで自分の体のことが分かる、はい、なので私もお客様があの子宮系の病気の方がいらして、本当毛穴の汚れを取る施術があるんですけど、それをきれいに、まあ、デトックスして、で上からまたトリートメントっていう普通に、まあ、栄養を入れるっていう形の、まあ、2工程するんですけど、それをやってもトリートメントやり直ししなきゃいけないぐらい、もう髪がもっとくれって叫ぶんですよ。あ、これはちょっと普通じゃないなと思って、すみません、もう一度トリートメントさせてくださいって、それはもうこちらが納得できないので、うん、させてもらってたら、それでも3回目にして、さすがにこれはちょっとおかしいなと思って、すみませんって、なんかこうちょっと入り込んだ話だけど、病院に行ってみてもらってもいいですかってお願いしたんですよ、婦人科に。そしたら病気が見つかって、でも今はもう本当お子さんも生まれて幸せに暮らしてらっしゃるんですけど、そういうこともあるので、やっぱりね、ただ髪切るだけでもなく、髪に出るんですね、やっぱり健康状態、ね、そうなんですよ。だから水素吸ってる人とそうでない人とまた違うし、本当にどんどん髪が変わっていくのもあるので、相乗効果でますます良くなるなっていう感覚は感じてもらってますね。いや、美容師さんからここまでのお話って僕は初めて聞きました。あ、そうですか。はい、髪が語ってるんですね。あ、そうなんです、はあ、ちゃんとしてって怒ってますよみたいな感じで、はあ、いや深いなってね、そのよく一般的にはですよ、よくね、あの本当に色艶が良くなって、こうね、手ぐしなんかもさらっとなってきたわけなんていう話もね、あの水素ボトルをねずっとあの吸ってらっしゃる方なんかはあの出てきたりするんですけど、はあ、そういったね体の状態までがね髪の毛にこう出てくるっていうことがあるんですね。もう体は正直ですから、はい、あの言葉じゃないです、もうこの髪の毛が全部、あ、私やってます、ケアやってますって言うけど、でも本当引っぺがす感じなんですよ、デトックスするから最初にね。でお客様の髪の素の状態を出して診断するので、もう本当やそれするともう全部裸族のように、もう分かってしまう、そのままの素の状態のあなたが見えますって、うん、なんかそんな状態になるのでよく分かります。はい、そんなわけで一旦コマーシャルいきましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2222
0120-2211。はい、嘘のような本当の話ね、勢いよくお届けしておりますけれどもね、ドクター水素ボトル、うん、何かね、何ねそれみたいなね、ご質問いろいろありましたら、普通にお電話いただいても結構です。はい、あとは797@fmgino1.com ね、こちらにアドレス、メールアドレスですからお便りくださいませ。ということでね、はい、リスラジア、マイチューナレディオからも、聞くことができます。それからアーカイブね、 YouTube で、いろいろな、嘘のような本当の話が出てきますね。ぜひぜひ FM ギノワンはひらがなね、はい、嘘ってカタカナで入れてみてください。いろんなお話が聞けると思いますよ。はい、というわけでね、ドクター水素ボトルの北条政宏さんとね、今日は広島から吉岡芳美さんお迎えしておりますがね、吉岡さん、そうですね、先ほどから嬉しいそうで、本当に嬉しいお話をありがとうございますね。ちなみにそのね、髪の毛やっぱりね、女性の命なんてね、古くは言うと思いますし、まあ男性でもね、まあできたらね、元気な髪の毛でいたいと思うしというところもあると思うんですが、実際は吉岡さんは何かこうね、ドクター水素ボトルに出会ったきっかけね、例えばご紹介とかあると思うんですけど、その頃痛かったり辛かったり、なんかご自身のもうこんなに私元気じゃなかったのみたいな時期があったりしたんですか？あ、元気じゃなかった時期はありましたね。子宮頸部のがんじゃないかって言われて、完全にがんって言われてないけど、異形成って言われたもので、で全摘しなさいって、子供をもう産んだ後だから子宮いらないでしょなんて言われたんですけど、でもいや、なんかあんまり手術したりするのは一度経験があるので、もうあんまりしたくないなっていうのがあって、しないでいたんだけど、体調も崩した状態でずっと寝ていた状態がしばらく続いてって、声も出せない、もう本当にか細い声で喋るのも大変、お腹が響いてちょっと しんどかった時がありましたね。それはなかなかね、お辛い時期に水素ボトルに出会ったんですか？あ、そうですね、それでやっと外にもう出ないと、仕事もしないでいると、もう仕事をもうやめて息子に任せてお店を、仕事を辞めようと思ってたんです。本当は、まあ、45で辞めようと思ってたんだけど、なかなかそううまくいかず、でもなんか息子がまあ自立してくれることも喜ばしいことなので、まあ、早く渡しちゃおうがいいかなと思ってたんだけど、仕事辞めた途端にどんどんなんかこう体がこう蝕まれていく感じ、仕事しない方が調子悪いのかなって思って、少しずつどうしてもしてほしいっていうお客様に、体調によったらキャンセルしてもいいよっていうお客様のみ受けさせてもらって、まあそれが今日に今至るって感じですね。あ、はい、なるほどですね。だいぶでもそうですね、1年くらいでした、そのドクター水素ボトルに出会ってからは。そうですね、もう本当最初吸った時自分の体にびっくりしました。衝撃的だった。どんなですか？もう吸った瞬間もう全身が喜ぶんですよ。なんて言ったらいいんだろう、本当になんかこうざわざわざわっていうか、じわじわじわんっていう、わかります、このラジオ聴きの皆さん、はい、じわじわじわーんという笑顔になられた、ね、吉岡さんの話です。はい、体がすごくこう隅々までなんか空気がこう先端まで届くっていう感じなんですかね。なんかそんなことを確か北条さんに言ったような記憶がありますね。はい、有名な横綱の方もね、体の奥底から力が湧いてくるのが分かりますって一番最初に吸った時におっしゃったぐらいでね、だからやっぱりお体にぐわーっとこう広がっていくっていうか、
体がどんどん変わっていくっていうのが感じられたんだと思うんですよね。そうですね、本当にびっくりしました。なのでなんか買わされると思ったけど、買わないからねって、美和子ちゃん私買わないからねって言った矢先、なんかもうこの体感をしてしまったら最後、うん、もう思わず北条さんお願いしますって言って、もう体に聞いたらもういや吉美ちゃん買うしかないっしょって、なんか自分の体が言ってるのもなんか聞こえて、なんかいやこれは買わずには折れないなって、もう主人も一緒にいたんだけど、ああ吉美ちゃん買うと思ってたよって、なんか主人はその様子を多分見て感じたんだと思います。はい、ねえ、おじさん、なんでしょう、ほら代謝がね良くなるとか、まあ、もちろん血流がね良くなるので、こう体温がね上がる、うん、体温も上がりますね、うんうん、そうですね、調子悪い時35度台だったので、うん、今この間今朝ホテルで出る時36度5分だったかな、うん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 、6分だったかな、それぐらいでした。なんか結構体温ちゃんと上がってるなって、ね、体温すごい大事ですよ。そうですね、もう36度以下になるとね、がんになりやすかったりしますからね。はい、うん、ね、でもね、心臓が大変だった時もあるでしょう。そうなんです、もうギューってギューって痛くなったんですよ。もうあの時はもう本当に声が出ないっていうのはこういうことなの、ね、救急車の中からお電話いただいて、そうなんです、そうなんです、今運ばれてるんですつって、そうやっと喋れるようになったから、もうまずは北条さんに何かを聞きたいっていう、だからとにかく、でもこれ本当神様のプレゼントと思いました。北条さんいつもねあちこち行かれてるから電話出られないかなって思ったんだけど、もう本当北条さん電話出てくれて、もうなんか安心の中で、うん、なんか救急車に運ばれながらでもいろんな勉強をしてきたおかげで、主人のおかげで、本当救急車の中で、広島は水素を吸う仕組み自体はなくって、他の県にはあるらしいんですけど ね、うん、そ, うですね、その話を北条さんからも聞いてたから、なんか毅然としてこう話ができて、消防隊員の人、救急隊員の人になんか話をした時に、なんかいやこれ吸ってたから私喋れるようになったんですって言ったら、じゃあそのまま吸っててくださいって言われて本当になんかすごく嬉しかったですね。なんかあこれで呼吸、いや本当でもすごく長く感じました。あ私ウルトラマンの状態だなと思いました。ピンコーンピンコーンって鳴ってる感じ、すごく、いやもう本当にね危機迫ってましたからね、電話かかってきた時は、これはなってやばいなって、本当に体がこうピストルのような手の状態になって、本当にボトルをね持っていらっしゃる方には分かると思うんですけど、スイッチがこの人差し指がまっすぐに引きつっててよかったなって思うぐらい。そうだからあの時ねやり取りしててスイッチ押せますかって言ったんでね、ほんとパニックもう体動かないって言ってるし、スイッチ押せますかって言ったら押せます、握り締めてたんですね。もいやもうスイスを吸いながら寝てたんですよ、ね、カニューレももうハマったまんまで寝てたから、はい、もうこれもラッキーなことにそれもあったし、携帯もすぐそばにあったし、でも携帯ももう開けないんですよ。本当にこの指の人差し指で開いて押してみたいな。なんか指認証もできたし、それでこう震えながら、でもあ深い呼吸深い呼吸よしみちゃんって言いながら、もう手が震えるんですよ、焦ると余計に。人間ってこれ大事ですね。平成往生って言いますけど、日頃から深い呼吸練習してたりとか、日常がその瞬間に出てくるなっていう感じですね。なるほどなるほど。じゃあちょっと一旦 CM に行きましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。
体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のようなね本当のは今週も、お届けしていますけれどもね、ゲストで広島からね、お越しいただいた吉岡芳美さんなんですが、ね、救急車の中で、うん、そんなねこう携帯も握りしめ、ドクター水素ボトルもこう抱えながら運ばれるわけじゃないですか、はい、でなんかおじと言ってはあれですけどね、今日こうして元気でお会いできているってことは助かってるんですけども、いや本当に生きててよかったと思って、いやもう本当お嫁ちゃんからもちょうど電話がかかってきて、お母さんなんか何の用事だったかちょっともう忘れましたけど連絡があって、いや今実は救急車にいるんよっていう話、誰がですかって、いや私っていう感じで、でも本当全然喋れるようになって、いやこんなに水素って即効性があるって言っていいんですかね、ちょっと分かんないですけど、本当にカリウム不足に結果なってたのかな、で、まあ、心臓の方もなんかちょっとれで、あの本当水素外した方がいいですかって先生にも言ったんだけど、もう全然そのまま吸ってていいでしょうって、もうそのままの数値で見ますからって言ったら、うんうんうん、全部いいんですよ、でカリウムだけを、カリウム結晶だ、はい、でもう本当に打ってもらって、まあ、朝行ったんですけど、もう本当に夜電気信号が流れなくなるので、はい、あの体動かなくなるんですよ、カルシウムが何らかしらの事情で体からすごい出ちゃったり不足してるとそういうことがあります。あコロナに、ね、なって、なてな、うん、体っていうか、もうなんか汗ダクダクに出した方が毒素出るかなっていうか、すんごい素人考えだったんですけど、でもすごいそれも気持ちよかったんだけど、やっぱりなんかな、うん、でも結局それで、まあ、よかったですよね、はい、入院もせずにその日に帰りました。うん、あそういうオチなんですね、素敵ね。はい、他にはちなみにあれですか、石見さん以外にお母様が、あ、うん、あそうなんです、うん、母も毛細血管がもう見えてなくて、うん、もう今生きてるだけでも奇跡って言われてる状態で、そんな状態の母がちょっと気分が悪いって言って、本当普通いつも元気なんだけど、その割には頭半分ね なってても、でも水素を本能的に吸いに来るんですよ、うちの店に、うんうんうん、で吸いに来たらめちゃめちゃ元気になって、車を今でも85歳ですけど、はい、バンバンに運転してます。あ、ね、不思議というか、あの単純に嬉しいですよね。嬉しいです。普通なんかこんなことがあったのって、なんか我が家だったら普通悲しい出来事じゃないですか、普通は、うん、でも人間何が起こるかわからないのはみんなそうだと思うんだけど、そんな不安と恐怖におののきながら日々過ごすよりも、あ来た、あでも大丈夫私って、水素水素って言ってればいいし、あなんか深い呼吸してればこう水素で吸いながら深い呼吸さらにしてればもっといいかなとか思ったりとか、なんかこう何かあっても対処ができる自分で対処してくれる人とか周りにいるっていうことがどんなに幸せなんだろうって、出来事は不幸なように見えるかもしれないけど、なんかそれが反対にもう生きててよかったと思って息子に言いました、ご馳走してって。もう社長になったんだからご馳走してねって言ったら、なんかほんと二返事で、なるほどね、ご馳走してもらいました。それはそれはもう何でしょうね、まあおめでたいというか、あの笑顔あふれるというか、うん、私やまあ北条さんなんかね全国飛び回ってて、いろんなそういったね、だからあの一言だと思うんですよ、本当出会えてよかったですね、はいね、
友達に感謝です。みやこちゃんありがとう。みやこさんありがとうございます。広島の皆さん聞いてますか。そう、広島の皆さん聞いてますか。ひとみちゃん先頭に広島引っ張ってくれてありがとうね。はい、というわけでね、今週も嘘のような本当のあの、お時間お届けしましたがね、ドクター水素ボトルの本庄さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、吉岡修美さんまた来てくださいね。はい、ありがとうございます。なんくるないさん。ありがとうございました。